ライバル、宿敵、難敵、恩敵。果たしてこの二国の関係性はどのようなものなのだろうか。バフマニー朝、そしてヴィジャヤナガル王国、あまたの国家がひしめく15世紀のインドにおいて南部の覇権を争い、両国は常に争い続けた。我らには我らの、彼らには彼らの物語がある。今宵語るは北、バフマニー朝、狙うは打倒ヴィジャヤナガル、抱く野望はインド統一。シュッシュッシュピッシャーした。ウオンジョールのウオナセーラ、実況担当キズナアカリです。にぎやかし担当ことのはあおいです。 DUFO DJP シリーズ、今回はインド中央に座する国家、じゃーバフマミー君で遊んでいきます。展開次第ではインドで無双することもある国家だね。その豊富な国力を持って目指す実績はこちら、じゃん。 A Tale of Two Families。 獲得条件はこちらです。じゃん。バフマミーかビジャヤナガルでプレイ、もう一方の首都を征服し滅亡させる、以上です。内容としてはシンプルだね。これだけではプレイがあっという間に終わってしまうので、最終目標はこちらにしましょう。ドドン、インド統一。インド国家でプレイするからには目指さないとね。こちらものんびりとプレイすれば達成できますが、できるだけ早くとふんわり目標を立てておきましょう。全体的にふわふわしてるけど大丈夫？平常運転です。さてさて、この世界のインド史にはどのような歴史が刻まれるのか、それでは早速プレイしていきましょう。おうおう、まずは外交状況をチェックチェック。我々を敵視しているのはビジャヤナガル、グジャラート、ジャウンプル、マールは彼らと敵対する国家を味方につけたいね。特権は中世近郊地を調整しつつ、こんな感じで設定。メーワールと同盟締結し、顧問をズババッと雇用。バフマニーは初期から国力豊富、扶養限界も収入もかなり高め、周辺国家に対して序盤から優位に進められるね。インドではマイナーなシーア派なので外交的に孤立しやすいのがたまに傷ですが、その辺は外交官や顧問でフォローフォローですです。その他もろもろ初期対応を行いまして、おっと、手紙もしっかりしたためておかないと。後世の人々によって我々の時代が記述されるとき、お前には哀れみと嫌悪の混ざった同情が向けられるだろう。ストレートな悪口だ。オリッサとも同盟を締結して、ウラマーの均衡値が 50% に届いていなかったので、宗教文化の特権でも設定してみましょうか。え、待った待った、えっ、来た。バラモン階級に設定した特権をお忘れで。えっ、あっ、ああ、ただでさえ不安定な情勢の国家なのに。ザビバジェン。よし、気を取り直して進行開始です。まずはどこから？ミッションの都合もあるので、グジャラートにお邪魔しましょう。メイワール君を引き連れて、いざ参る。おうおう、メイワールの土地が大変なことに。頑張れ頑張れ、今のうちに要塞をモリモリ落としましょう。進路はサクッと切り出して、グジャラートからはカーンデーシ地域の州中心に拡張して和平、ミッション、カーンデーシ確保を達成して、おう、請求権がたんまり。これでコンバートアン周辺の征服がはかどりますね。ビーワーカンタに生成して、お、ここでイベント発生。バフマニー朝の真の使徒ビーダル、アラーウッディーン・アフマドシャー2世が最初に行った決断の一つは、バフマニー王国の首都をビーダルへ移すことであった。ベガン高原の中央にあるかつての要塞があった地域に建設されており、ペルシアとトランスオクシアナの偉大な都市に匹敵する壮大な都市である。37の砦と7つの城門を持つビーダルは印象的な要塞であり、我々の王朝の防衛の最前線である。史実でも、1425年にビーダルへ遷都、マドラサが建設されるなど大変に栄えたとのこと。当然ここは、ビーダルは我々の王朝にふさわしい首都のままであるべきだ。これでビーダルはずっとカッチカチです、カッチカチ。プレイ開始から間もないですが、早速竜子愛打ちましょう。解体するにも時間がかかるからね。ここで私有を消してくれようぞ。突撃。とはいえこの軍量差は、ちょうど反乱対応でもしたところでしょうか。好都合なので美味しく征服しましょう。ビジャヤナガル、ダーブールと落としていきまして、敵軍が要塞の方位に集中してくれるとこっちも楽だね。今のうちに塗り絵を急ぎましょう。ついでに今後の展開を考えて、テリー、ベンガルと婚姻締結。この2カ国と同盟するということは、ああ、すまないジャウンプル君、とかなんとか言ってるうちにビジャヤナガル戦終了です。え、もう見せ場は無視です、皆無です。リュウコとは一体？中核州は返還してもらって、あとはミッションで必要なダーヤラシーマ地域の州を割譲して和平。ミッション、根幹庫を回復と勝利の都を達成。お、ゾウさんゾウさん、ビジャヤナガル陥落。ビジャヤナガルが戦いの末に陥落した。この事件は、ベガン高原中に衝撃を与えている。町の略奪は数日にわたって行われたと言われている。ビジャヤナガル国はまだ元の領地の各地に支配権を残しているが、今や下級指揮官や方針たちの多くは、誰か他の日もしてくれるものを探し求めている。
これでサンガマの息子である兄弟がかつて建国したこの帝国は終わりを迎えたように思われる。ウィジャヤナガルを略奪し戦利品を持ち帰ったと。勝者は戦利品を得る。さらに南部国境も達成。これで南部への請求権もゴリッと獲得。助かる助かる。あ、オリッサ君、さっきはありがとう。それじゃあ今度会いに行くね。おう、怖い怖い。デリー、ベンガルと新たに同盟締結。これで北進の準備は完璧だね。ビジャヤナガルとの初戦を制したことでインド内では頭一つ抜けた存在となった我ら。このまま一気にインドを平定していきましょう。まずはマールワーにお邪魔します。戦力の差は明白だけど、私たちの人的資源が死滅してるね。地形的に消耗しやすい戦争が多いのもありますが、一番きついのは反乱軍への対応です。傭兵も常時雇用しているのですが、なかなか無駄に寛容度下げたりしてるからね。ぐぬぬ。 NI の一つ目で人的資源回復速度バフがもらえるので、それまで我慢我慢。だが敵軍は逃がしません。この戦力差で傭兵部隊に前線を任せればそれほど被害も出ないね。傭兵って過酷だな。政府改革ティアー2はせっかくなので、ポリナールの権限強化を選択。開発コスト減はありがたいね。まあ知らずに開発しちゃってるんですけど。え、いえ、なんでも。ということで効率的に開発してルネサンス発祥。マールワーからは請求権のある州中心に5州割譲と回収で和平。そのままグジャラート地域への侵攻も開始し、ほい、平定平定。直轄領の回復に努めつつ階級の議題もこなしていって。お、アーンドラ属国か。これは美味しい。喜んで担当させていただきます。ついでにアイデアも取得しましょう。インド国家ではどれを取得するか毎回悩むね。シーア派を生かした宗教アイデアという選択も魅力的ですが、ここは AE 対策と包囲時間短縮を買って情報アイデアにしましょうか。他候補は商人が少ないので交易も利用したいですし、統治や牽制ももちろん有用。プレイ方針に合わせて柔軟に選択したいね。ですです。お、これまた固有イベントが。ベガン派と西方派、我々の継続的な外部からの募集政策には欠点があった。ベガン派と呼ばれる第2世代と第3世代のバフマニー朝の貴族たちはスルタン派の土着化を主張する宮廷でますます強力な派閥になりつつある。彼らに対しインドの豊かな土地で幸福を求めるためにやってきた西方からの新しい移民である西方派が対抗している。宮廷は現在2つの勢力の間で完全に分裂しており、謁見室や式典においてさえ分断された状態を維持せざるを得ない。無、宮廷内での派閥争いですか。いつの時代、どの場所でも起きるものだね。選択肢ごとの効果はと。対抗させる理由はあります？ NPC の選択率は一番上が圧倒的に高いみたいだよ。へえ。どれにする？陸軍式も国家不穏のバフもどちらも欲しいですが、ここは陸軍式にしましょうか。西方派を支援する。そのままグジャラートとイダル他諸々を全土併合。さらにメイワール戦も開始しまして、チットール、アジュメールと陥落。すでに消化試合感が湧いてきたね。国力は圧倒的ですからね。内政面で多少のロスがあったとしても大包囲網さえ組まれなければ問題なし。早速包囲網を組まれ出したよ。まだ近隣国家だけだから。メイワール戦は包囲網候補は大したことないね。一応時代ボーナスで英雄源を獲得しておいて、それじゃ九州ほどいただきましょう。組まれていた包囲網もすぐに解散。なんだなんだ、そんな心意気でいいのか。もっと熱量を持ってだな。暑苦しいのはちょっと。それじゃお言葉に甘えてアーンドラを属国化しに行きましょう。これでビチャヤナガルの解体がはかどるね。マデュランやマイソールも利用したいところです。あ、ここでゲンスルタンが成功。後継者はまだ9歳なのでしばらく足止めを食います。むむむ。ビチャヤナガル戦も開始したかったのですが、仕方ないね。英雄冷却期間と割り切ろう。それじゃあ今のうちにパパパッと割譲しよう。え、チャンダを全土併合してマイソールを属国化。統治アイデアも解禁しまして、コッテを全土併合。最後にアーンドラを属国化して、ふう、満腹満腹。ああ、見境なしに当然包囲網が形成。おーおー、真っ赤真っ赤。それじゃ対策としてティムールと同盟しましょう。おーおー、無慈悲無慈悲。王子も無事に成人し、進行再開です。内政パートはカットです。あ、はい。包囲網はちょうど今解除されました。これで障壁もなくなったので、ビジャヤナガル君、待たせてたな。こっち来んなって言ってるよ。グジャラート2世を全土併合して、ビジャヤナガルからがっつりと11州割譲。ベーナートも全土併合と、南部はもう少しで肩がつくね。ここからは中部、北部の中堅国家が相手になります。まずはオリッサに仕掛けましょう。オリッサは同盟相手に恵まれない国家。いくらベンガルを食べてすくすく成長盛りとはいえ。すまぬすまぬ。オリッサから美味しく11州ちょうだい。と、よし、続いてメインディッシュに行きましょう。私のアイドル、あなたのアイドル、みんなのアイドル、ジャウンプル戦です。なんかくどいね。で、オーバーキルじゃない。全力を持って戦うのが礼儀ってものです。要塞軍を落としたところで、メイワールにも仕掛けましょう。ジャウンプルからはズバッと一本道を引いて、メイワールは、あっ、
シンドに食べられちゃいました。おうおう、無残な姿になって。狙って残したの？ふっふっふ、秘密です。あ、これ偶然だ。なぜバレたし。マールワーから道路接続許可をもらいつつ、メイワールを属国化して和平。これは美味しい。すぐさまビジャヤナガル戦を開始し、マールワーを呼び出し、休ませてあげて。マールワーはサクッと和平しておいて、ビジャヤナガルは全土併合はできず、実績達成は次回に持ち越しだね。盛大に録画忘れしたシンド戦を挟んで、1503年、今度はマールワー戦にビジャヤナガルを呼び出し、相互に助け合う優しい方々ですね。容赦なく利用してるんだよな。それじゃマールワーを全土併合しましょう。残すはネリー、ベンガルとその他小国。もう一頑張り、行ってみよ。ここまで来ると問題は周辺の大国、ティムールやミンが手を出してくるかどうかですね。デリーやベンガルが完全体なら別なんだけど、両国とも成長打ち止め状態。こちらとしては楽で助かります。まずは目の前の敵を張り倒していきましょう。おや、ティムールがすでにインドの土地を2州確保してますね。仕方ない。やるか。どうどうどう、まだ味方だから、まだ。デリーの包囲が完了したところで、ミッション、デリーの制圧を達成。デリー陥落。かつてこの都市を拠点とした一帝国の進化であったバフマニー朝のスルタンたちは今や自身をこの都市の征服者リストに付け加えることとなった。町に火が放たれると兵士たちは獲物を集めて回った。宝物庫は空になり、記念碑は引き倒されビダールに移設された。南部が力を得てきている。占領下に置くだけで達成できるんだね。たまにあるタイプのミッションですね。それではそのデリーモロトムいただきましょう。12州割譲で和平。もうインド内では見どころさんなしだね。残念です。こうなったらあれをやるしかありません。あれ、祭り、割譲祭りだー。ミュージックスタート。いつ聞いてもゾクゾクします。 BGM オフにしてるからプレイ中に聞けないんだよね。悲しいです。ご視聴の EU4 プレイヤーの皆様は聞きすぎて耳たこ状態かと思いますが、すまねえ、今回だけだから必死か。 EU4 をプレイしないという視聴者の方は耳の穴をかっぽじってよくご清聴ください。言葉遣いが汚い、微妙に。お、ここでビジャヤナガル最終戦開始です。もはや同盟相手もなし、せめて痛みを知らず安らかに死ぬが良い。てーれてー、これで目標であるビジャヤナガルの滅亡完遂、実績 A Tale of Two Families 達成です。難易度は低いけど史実に基づいている実績はプレイしていて楽しいね。まったりプレイの目標にちょうどいいです。デリーの解体やインド市内の進出も開始、つつがなく完了完了。インド内陸はだいぶ綺麗になったね。さあさあ、ここからは自己満足プレイです。インド地方を我が色に染め上げてやりましょう。現在1530年1月、属国の併合まで含めて1550年までには平定したいね。頑張ります。それじゃ早速ティムール戦を開始しましょう。この世界戦のティムールは属国の管理に宿泊、さらに現在ジャガタイとバトル中。隙を見せてはいけませんよ。遠慮なく横槍を突き刺しますからね。怖いな。バルーチスタンからは2州割譲して和平。ティムールの地は、お、動きが緩慢ですね。今のうちに染めよう染めよう。とはいえ要塞も多いですし、敵軍と追いかけっこしているうちに塗り戻されちゃうので、適当なところで和平しましょうか。こんな感じで10州割譲和平。その後ベンガルとデリーから州をちょうだいちょうだい。これでインド平定ではないね。ラダックが残ってますね。その後ろ盾はジュンだね。今世界戦ではミンが早々に崩壊、ジュンが中華に歯を唱えんとしています。インド対中華、ここで決着をつけようか。よーし、やってやりましょう。あ、でもエユタヤ君は参加してね。5本では号令を突撃。おー、インドと中華を結ぶ航路はいずれも厳しい土地ばかり、行軍にも気をつけないといけません。ついつい大軍をまとめて移動させちゃうんだよね。とはいえ分隊化しすぎて個別撃破されてもなんですし、高度な柔軟性をなんたらかんたらしましょう。3からチベット道をいただいて、すでにジュンの地がカラフル。ジュンの部隊はこれまた過酷な地アユタヤ領土へ遠征中。ふっふっふ、それなら遠慮なくぬりぬりしましょう。ちょっと待って、まさかこれは。北京を落として首都洛陽の包囲完了。それじゃ和平しましょう。ああ、やっぱり見せ話だ。すみません、こればっかりはどうしようもなくて。ジュンからは6州割譲し、ラダックを全土併合と。これでインドは我らのものだ。もちっとだけ続くんじゃよ。せっかくなので変態しましょう。特に国境が変更していないので、変態先はヒンドゥスターン。それではポチッとな。1548年9月、ヒンドゥスターン爆誕です。これまた味のある色だ。ヒンドゥスターンの NI はそこまで WC 向きではありませんが、こと軍事バフに関しては豊富です。欧州勢と戦うところまでプレイを継続するなら心強いですね。ところであかりちゃん、一ついいかな。どうしました？この国境線許せなくない？奇遇ですね。私もそう思っていました。行きましょう。それ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 、満足です。
今回のプレイはいかがでしたか？初期国力が高くミッションも充実のバフマニー、難敵も多いが、立地的には動きやすい印象。宗教的孤立、同盟関係にさえ気をつければ、インド平定は目の前です。皆さんもデカン高原の地から、時代の主役に名乗り出てみるのはいかがでしょうか？といったところで、今回はこの辺で、チャンネル登録をして次の動画を待たれよ。それでは、チャオチャオ。